おい、ドラちゃんいらっしゃい。結婚おめでとう、ありがとう。どうですか、いらっしゃい、ワドツ。どうも、ワドツでーす。びっくりした。席入れてるわけじゃないよ。はじめに言っとくけど、席入れたわけじゃないかんね。おはよう、セシモン。おはよう。おはよう。ワード2、美咲ちゃんいらっしゃい。いらっしゃい。おう、あやかいらっしゃい。ワード2。浅井さんの本届いた？おう、よかったじゃん。尺まで3500円。いや、あれ読んだ？読んだ、あやか。すごくね？すごくね？本当に浅井さんの本。トリッキーだよね。あ、そう、よかったじゃん。浅井さんの本届いたか。3500円ってちょっと高いけどね。トリッキーな本ですよ、本当に。おい、のんたん、風船ありがとう。風船ありがとう、のんたん。ハートありがとう。のんたん、ハートありがとう。浅井さんの本は人生のバイブル。いや、そこまでではないけど、俺はマジで、この本はマジでプレミアつく可能性があると思ってるね。和道さんは YouTube とかしないんですか？広告収入で稼げるとか。俺やってるよ。そうか。登録してよ。下に YouTube はって言って URL 貼ってあるでしょ？文字流れてるでしょ？携帯でも、下に。そこをクリックして、チャンネル登録してよ、みんな。YouTube。広告収入もらってるよ、俺。うん、やってる、やってる。てか、俺もともと YouTube、日本初の YouTuber って俺なんだよ。俺、日本初の YouTuber 俺だからね。これマジの話すると。うん、登録しといて。パッ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 パフェありがとうございます。マザーテレサの再来？俺はマジで成人だと思ってるね。成人。おい、たくみさん、ワド2。たくみさん、この前ありがとうね。超嬉しかったよ、マジで。ありがとう。たくみさんの花飾ってあるよ。ありがとう。のんたん、花火ありがとうございます。のんたんから花火いただきました。よいしょ。うん。たくみさん、ありがとう、マジで。いつから YouTuber してますか？俺だから YouTube で広告収入が入る概念から、前から顔出して、お店の紹介とかやってたの俺なんだよ。何年前？ 23 だからもう、23の時だから、8年ぐらい前じゃないの。いきます。1、2、3、4、5、6。ありがとうございます。コメント流れた。ああ、ごめんごめん。コメント流れちゃった。
2ページ目だけ読んだ。ちょっと書いてる意味がわからないからまたゆっくり読む。あれはね、悟り開いてないと無理だと思うよ。浅井さんの言ってる意味がわかんないと思うよ。お祝いのお花、そうそう。あ、のんたんのお祝いのお花ね。綺麗な花だよ。いい匂いがする、いい花ですよ。鼻、まあもともと悪いからね、最近調子良かったけど薬が効いてて、鼻はダメですよ、もともと。ハートプレゼントありがとう。なんかやりたいな。なんかやりたいな。暇だよ。もう結構家の中でこもるの好きじゃないタイプだからさ。出かけたいね。なんか夜中に遊べるなんかいいのないのかな。夜中に遊べるさ。最近遅くに配信してる。仕事終わるのこの時間帯だから嬉しい。本当はね、夜中メインにしたいんだけど、働いてるからね。今日はまあたまたま11時に起きちゃったから、あ、もう3時なんだ。このまま仕事行くよ、俺は。新婚旅行心霊配信。のんたんがね、出たからないんだよ。俺結構フットワーク軽くしてもらいたくて、行こう行こうっていうタイプが好きだから、家にこもってるとやっぱ頭おかしくなっちゃうんだよね。ハートプレゼントありがとう。遊び連れ回したいもん。のんたんヒッキーだからさ。遊び回りたいっすね。こんばんは。おい、はるさんいらっしゃい。お、ごましおいらっしゃい。ハートありがとう。のんたんが出かけたくなるようなプラン考えなきゃ。結構でも俺、なんか優柔不断じゃないんだけど、なんだろう。結構そういうの考えるの苦手な方で。そうそう、一緒にいろんなとこ行きたいんだよ、本当に。思い出増やしたいんだよね。あそこであれやった、あそこでこれやったって。街にね、爪痕を残していきたいんだ。人生なんてあっという間だぜ、マジで。エンジョイしようよ、エンジョイ。あれ、メガネどこやった俺。本当はメガネそっちの方ある？はい、こんばんは。あやっぽぽさんいらっしゃい。美術館とかいいね。美術館とかいいね。ない？あれどこやったんだろう、メガネ。こっちいねえな。ねえな。美術館好きだよ。出たがりだからね。
結構楽しいよね。俺も好き。美術館とか博物館とか、東京とかってすごい多いから。ももさん、バーガープレゼントありがとう。お疲れ様。山や海とか行って、写生大会。俺写真好きだから多分写真撮ってるだろうね。ない？メガネ。あったあった。ごめん。あったわ。俺はほら絵描けないから、自分の絵の能力っていうのはもう皆無だっていうのは子供の時から気づいてて、俺実は絵画の習い事やってたんだよ。俺のね、いとこの姉ちゃんが、もう縁切れちゃったんだけど、いとこの姉ちゃんがムサビの大学行ってて、で、絵が得意なお姉さんで、いとこの姉ちゃんが。で、その姉ちゃんが通ってるところ通ってて、俺は造形がめちゃめちゃ得意なのね。手先が器用で。だから、絵はね、ほんとダメだったんだけど、造形はもうほんと天才的だったのよ。なんかこう、手でこねくり回したりとか、手先がめっちゃ器用で、空間把握能力。ギャラリーとか行ったことないな。だからせっかく東京に住んでるんだからさ、いろいろ出かけたいんだよね。俺は造形は天才ですよ、ほんと。手先めっちゃ器用だから。立体とかが好きなんだよね。あ、造形やるんだ、春さん。あと、そう、ナイフで木を削り出したりとか、そういうのが好きだった。結婚されたんですか？最近そうっすね。結婚つっても籍入れたわけじゃなくて、二人でただ言ってるだけなんだけど、なんか、のんちゃんが ツイッターで結婚したって言って、結構拡散されちゃって、なんか、別に僕はリスナーさんに、あれ、言うつもりなかったんですけど、あんま、プライベートのことはね。まあでもみんなが祝ってくれるんでありがたいです。内縁の妻的な感じかな。そんな感じだね。ありがとうございます。バガーありがとう。気持ちが大事。事実婚なのかわかんないけど。ハートプレゼントありがとう。二人で結婚指輪作ってみたら、のんたんに一番最初に言われたのが何が欲しいって言ったら、和道さんの手作りの指輪お揃いで作ってほしいって言われてて、で、俺は、シルバーとか作れねえよって言ったんだけど、のんたんがどうしてもそれ作ってほしいって言ってて、作る？じゃあ。シルバー粘土で。はいっす！粘土作る？指輪作る？ウッドリングとかかっこいいなとか思うけどね。ウッドリング。水に弱いんだけど。ありがとうございます。花火一つ、あ、花火一つじゃないや。ももさんから花火いただきました。花火ありがとうございます。これウッドリングは作りたいかな、ちょっとね。じゃあ、めちゃめちゃ時間かかるんだけどね、ウッドリングは。あと、水に弱いから、ちょっとそこが欠点だけど。いきまーす。ありがとうございます。ウッドリング嫌なの？のんた。
細めがいいんだけど、細くね、やるとやっぱ難しいらしいんだよな。お揃いがいいんだって。最近指輪が欲しいって言われてるから手作りの指輪キットもあるからぜひ作ってあげてほしい。のんたん指のサイズ何号なの？7号。うん、作ってみようかな。どうしようかな。7号だと大きい。ああ、どんな形、何、下手でもいいの？俺作ったことないからめちゃめちゃ下手だと思うよ。下手でもいいの？あー、どうしよっかな。じゃあ、下手でもいい。仕事、あの A 型作業所っていうところで働いてますね。こんばんは、悪魔のジャキ。どうすんのがいいんだろうな。どうやって作ろうかな。一緒に作ろう。一緒に作ろうか。一緒に作ろうか。俺が、あのね、ちょっとのんたんこっち来て。あの、パソコン見せたい画面。あの、すっげえ有名なインディアンの人が作った、あの、石、ターコイズとかの石でインディアン造形すんじゃん。超有名なアーティストがいいんだよ。こっち来て。ジャッキーね。なんだっけ。なんて言うんだっけな。バングルなんだけど、弟がそういうのすごい好きで、教えてもらったんだよ。それがね、もうプレミアついてて、100万とか1000万とかすんだよ。その作家だけ。こういうのは見たことあるじゃん。もうこういうレベルじゃないの。もう超芸術なの。あ、こういうののもっとすごいやつなんだけど、これ全然こんなレベルじゃないの。もうね、こういうやつなんだけど、これじゃない。もうね、配色とかが異常なの。センスの塊なの、その人。伝説の人なんだけど、もう死んじゃってて、マニアの間で。伝説。どれだっけな、なんていう名前の人か俺わかんねえかんな。すっごいんだよ、その人が作った作品。そういう感じで石とか、多分これその人かな。多分これその人だと思う。チャールズ・ロロマ。ちょっとこれ調べてみようか。もう見たらわかる。これ近いね、かなり。もうびっくりするよ、その人が作ったの。チャールズ・ロロマな。あ、この人、この人。すごいでしょ。チャールズ・ロロマっていう人なの。多分この人に合ってる。もうすごいのよ、センスが。で、この人は、もうこの人しか作れないって言われてて。で、石のその、もうすごいじゃん。天才じゃん、この人。なんかこういうので木とか石とかを散ればめたなんか、造形。もうすごいでしょ、この人、センス。わかるでしょ。そう、チャールズ・ロロマっていう人なんだけど、この人の作品いつか手に入れたいって弟が言ってて。すごいんだよ、もう本当に。この人の作品。ググってみて。チャールズ・ロロマっていう人。なんか、インディアンのジュエリー作ってる伝説の人なんだけど、もう、これ木とかも使ってるじゃん、こうやって。すごいでしょ？なんかこういうのを作りたいなとか思うけどね。この人、すごいよね。この人も天才なんだよね。もうさ、なんか、その、インディアンのジュエリーなんだけど、そっからもう飛び越えてるんだよね、なんか。なんかこういうものは作りたいなとか思うけど、もうなくなっちゃったんだよね、この人。あ、プレミアなんだ。なんか弟がこういうの詳しくて、すごいらしいよね、もう。伝説級に高いらしいよね。この人の作品は。指輪からバングルから。こういうの作りたくない？綺麗だよね。石はでも削れないからね。ルーターとかで削れんじゃないかな。ゆっくりゆっくり超かっこいいもの作りたいよね。時間かかってもいいから。
すごいよねこれ。どうやって作るんだっていうセンスの塊なんだよね。この人の作品はほんと芸術性あふれてる。なんか半端なもん作りたくないよね。これとかやばいじゃん、うん、どうやって作ったんだっていうレベルだよね。そうそう、それこのイメージを伝えたかった。ありがとう。すごいよね。どういう風に作ろうかな。指輪じゃないと嫌なの。バングルは嫌だ。バングルでもいいね。うん、バングル、バングル、バングル結局1個買ったんだけどつけてないんだよな。これアフリカのバングルなんだけど、ちょっと見えづらいか、うん、これ1個買ったんだけどね、つけてないわ。バングル結構好きなんだよね。ネックレスか、うん、指輪でもいいんだけど、指輪って結構その専門的に作る技術が必要だと思ってて、ちゃんとしたの作ろうと思ったら、だからちょっと難しいかなと思ってんだよね。指輪細かいじゃん。だからその造形極めない、ルーターとかのさ削りとかを極めないとダメだと思ってて、でかいものだとやっぱその分作りやすいから、うん、ネックレスか。ネックレスはワドフィーが、ワドフィーがあるからね。ネックレスはワドオリジナルブランド、ワドフィーがあるから、ネックレスは、うん、シルバーならいける。指輪ジュズ？あー、パワーストーンね。うん。ありだと思う。俺、石が好きだから、石と木を融合させたいけど、その接着剤とか何がいいとかわかんないかんな。壊れるもん作りたくないし。難しいんだよな。凝り性だからさ。なんだろう、難しいね。ちょっと考えるわ、うん、シルバーでやるんだったら難しいよね。型から取りたいよね。ちゃんと流したいよね。ちゃんとシルバーで作るなら。あと俺シルバーの素材よりも金の素材とかプラチナとかは好きだから、うん、難しいんだよね。そうなってくるとストイックっていうか、なんか完璧主義者に近いかもしれない。なんか身につけるものに結構こだわりが強いから、なんか普段どうせつけるんだったら自分が欲しいものつけたいから、なんかダサいのとかつけたくないじゃん。だから作るんだったらかっこいいの作りたいし、思い出のものがいいんだけど、何がいいのかな。指輪ってさ、そのつけ心地がすごい難しくて、やっぱりその薄くつけたいんだよね。薄くつけるにはあの高度が必要だし、耐久性とか。シルバーって柔らかいからすぐね、あのぐにゃって曲がっちゃうし、うわーこれかっこいいね。このシルバー、このシルバーいい、これかっこいいね。あ、バングルだったわ、うん、欲しいものって売ってないんだよね。そうそうそう、欲しいものって売ってないんですよ。
これかっこいいな。いいね、やっぱおしゃれだよね。欲しいもの、ゴールドも柔らかい。なんだっけ、タイの金とか柔らかいよね。いかにその混ぜ物をするかだよね。日本の金はいいって言われてるよね。配合率18金ってやつか。タイはね、金の量が多いから柔らかいんだ。プラチナも柔らかいんだ。タングステンとか好きだけどね。ダーツやってたから、タングステンのダーツとか使ってたんだけど、タングステン、レアメダルなんだけど、タングステンって。タングステンかっこいいよね。向いてないのかな、アクセサリー。タングステンのリングとか見たことないもんね。錆びるかな、タングステン。チタンか。チタンなんか安っぽくない？なんか。ステンレスみたいなイメージがある。チタンは安っぽいイメージがある。でもね、俺ね、柔らかいけど真鍮とか好きだね。真鍮のアクセサリーとか大好き。日本は真鍮の技術高いし。真鍮のアクセサリーでいいの？真鍮でなんか作れるかな？真鍮大好きだね。いいよね、なんか。いけるでしょ？上の真鍮のお店あるから連れて行きたいんだよね。アレルギー出るか、真鍮だと。金属アレルギー持ってる？持ってるんだ。じゃあ真鍮厳しいかな。金属アレルギーあんのか。そうだよね、肌弱いもんね。よく肌ボロボロになっちゃってるもんね。ノンタン、顔すぐブツブツできちゃうんだよ。最近良くなったけど、肌荒れちゃうもんね。ケロイドになっちゃうの、肌が。ストレスって。真鍮は難しいか。シルバーもダメっぽいよね。やっぱ木がいいんじゃないかな。木と石で作るけど、木と石をどう接着するのか。俺が一回その仮面にこだわってたじゃん、仮面作りたいって。で、石、宝石店でくず石いっぱい買ってきて、綺麗なのを全部こうハンマーで砕いてバラッバラにして、だからサグラダ・ファミリアと同じ作り方だよね。それをレゴみたいにくっつけて作りたいっていうふうに思ったことあるんだけど、石仮面作りたいと思ったけど、だけどね、なかなかね、その石と石をくっつける完璧な接着剤が見つかってないんだよね。プラチナはアレルギー出にくいって聞いたことある。難しいよね。だから一回宝石とか石をバーって集めて砕いて、ハンマーで。で、輪っか作るじゃん。そこに木とか混ぜるのよ、木のパーツとかも。で、一回その円形を作って大きめに。で、それをそのヤスリとかで、そのちゃんと強度ができたら、ヤスリとかバーってかけていって、ゆっくりゆっくり丸みを帯びさせたら、めちゃめちゃかっこいいのできると思う。あれ、なんて言ったっけな、のんたんさ、造形でさ、木の板をさ、バーって薄く貼り合わせてプレスして、それを削る用のやつ、材質なんかわかる？その造形とかで売ってるんだけど、あれで指輪作ろうか。なんていうかわかる、あれ。なんとか細工で。なんとか細工。なんて言うんだっけ？薄いさ、木の板を、こう、バーって何層にもなってる木の板で、なんて言うんだろう、あれ。工芸？工芸。木。重ねる。なんて言うんだろう。これ？これじゃない。なんて言うんだっけな。売ってるんだよ。
強度高いね、かなり。和道開珎で指輪、うん、なんて言うんだっけな、どれこれこれ全然違う。いや、ここまですごいのは作れないけど、そのうっ、え、ちょっと音楽があるから、何、声が小さい。寄せぎ、え、寄せぎなんとかって書いてある。寄せぎ、寄せぎ細工、寄せぎ細工、うん、違うんだよな、これじゃないんだよ。これも好きなんだけど、成田でも売ってるんだよ。寄せぎじゃなくて、なんて言えばいいかな。いや、あの、なんだっけ、あの、いつも行ってる、あの、キャンパスとか売ってる、なんだっけ、世界堂か。世界堂。世界堂。世界。世界。世界堂の堂ってなんだ、これか。世界堂を、世界堂のページ行って、なんて言うんだろう。世界堂。で、切って検索してみようか。俺明日見てくるよ、じゃあ。世界堂楽しいよね、大好き、俺も。見づれえな。商品検索ねえのかな。世界堂クソだな、このサイト。木。木。いや、多分ね、売ってるんだよ、その。なんていうのかな。世界堂で見たから、あ、これ あるんだと思ったから、世界堂 木のね、なんて言うんだろう、あれ、半日遊べる。さすがに半日は言い過ぎでしょ。あのね、木の薄い木のカラーの木を何層も重ねてるやつがあって、金属とかも入ってんだよ、そこに。うん、それをね、指輪にしたらかなりかっこいいのできると思うんだよ、俺の予想。ただそれのキットの名前が分かんないんだよね。そのなんていう木なの、キットなのか。でも何、工具がないと難しいよね。そのはい、審査いらっしゃい。化粧板化粧板、これ化粧板キット、化粧板ってなんだろう。違う、違うな。工芸っていうか、そういう木を掘るの、なんていうの、総称、言葉が分かんないの。木を掘る、要は工芸っていうの、木、なんつうの、彫刻、木材、彫刻木材。あ、こんなんできたら最高だね。すごい。すごいね。いやー、綺麗。彫刻木材、なんだろう。材、なんていうの？画材？なんていうの？そういうの。木の、なんつうの？材、なんていうの？キット？材質じゃない。質は質じゃん。そうじゃなくて、物、キャンパスだったらキャンパスみたいな、その掘る、彫刻木材、言葉を知らないとイライラするんだよね、俺。なんて言うんだろう、角材とは違うな。角材だと違うのが出てきちゃうから、なんて言えばいいんだろうな。工芸、なんて言えばいいんだろう。彫刻木材、彫刻木、材料、なんか違うな、しっくりこないな。言葉が出てこないってイライラするよね。その頭の中にイメージはあるのに、その言葉が出てこないの、俺子供の頃から苦手だから、その語彙を詰め込んでるんだけど、言葉を詰め込むの大好きで、自分がね、言葉が出てこないってイライラするんだよね。加工資材。加工資材。
加工資材、そう、芸術、要はそう世界堂に売ってるからあれなんだけど、加工資材なんて言えばいいんだろうな、頭にあるのに出てこないのはすごい辛い。角材、彫刻機、工芸、工芸、彫刻機、なんて言えばいいんだろう、彫刻木材。いやもうこれ終わらないゲームが始まったよ。アマゾンだと売ってるかな、加工資材。こうなったらネットサーフィンが始まるよ。なんて言うんだろうな、あ、図工、図工、図工、木材、木材、あ、いや多分これ出るぞ、図工木材で出るはず、図工木材、いや図工の時間にやったやつだから木工かな？うん、近くなってきたね。木工とか図工とか。いや、図工の授業でやったから。図工、木材。学校のキットでそれ使ったんだよ。中学校の時に。なんて言うんだろう。彫刻加工木材。ありがとうね。いや、図工木材で、いや、近くなってきた。DIY、うん。ちょっと待ってね。図工機、重ねる。なんて言えばいいんだろうな。木版が、色を重ねて、夢を広げて。図工機。学校の授業でやらなかった？木を重ねたやつを彫刻刀とかで削り出すの。成田だけなのかな？その先生が特殊だったのかな？ペンダント作ったんだけど、それすごい金賞取ったんだよね、俺。これも作ったわ。オルゴール付きのやつ作った。中学の時。ないのかな、今。オルゴールのね、木の箱を開けるとオルゴールになってるやつ作った。図工機。ごめんね。ちょっともうここまで来たら絶対探し当てたいんだよね。それだったらかなり近いイメージでは作れそうだなって思うけど。図工。図工。なんて言うんだろう。出てこないのがすげえイライラする。すげえイライラする。やだよー。言葉が出てこないのが一番ストレスだからね。世界堂行った方が早いんだけど、いやもうなんか行くまでに、行くまでにもう見つけたいっていう、もうただ明日の夜になったら解決するんだけど、そうなんだよ。もう俺こういうのダメなの。もう寝れなくなるの、本当に。子供の頃から。な、アスペだよね。俺の中に流れるアスペルガーの血が許さないんだよ。こだわりの強さ。圧倒的こだわり。
これはなんかむしろなんか世界道行きたくないよね、このわからないまま、出てこないな。あ、ないな。図工機、図工、なん、あー、イライラする、イライラするな。図工機、なんだろう。木を重ねて彫刻。なんでインターネットって万能ツールじゃないの？出てこいよ。木をね、何重にも重ねるんだけど、すごい綺麗な作品できるんだよ。落ち着くよ。もうダメだ、イライラが止まらないよ俺。うわ、超かっこいい。何これ。うわ、こんなの作りたいね。ハワイアンジュエリーいいよね。いいわ、ハワイアンジュエリー。重なった素材っていうか、名前がなんでないんだろう。木をね、重ねるんだよ。で、木の板が売ってるの。なんて検索したら出てくるんだ。木が重なった図工素材。圧縮加工木材。圧縮加工木材。いやー、出てこねー。ていうか売ってるのか。俺の妄想でできた産物だったりするからな。結構ね、そのこの世の中にそんなもん存在しなくて、俺の脳内で作り出したね、統合失調症作品が結構世の中にはあるから、世の中にそんなもんないかもしんないよ、もしかしたら。積層合板。あ、それっぽい、それっぽい、なんかそれっぽい。あ、ちょっと待って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 、それっぽい、それっぽい、それっぽい。ちょっと待って待って、クマのジャッキー来た、これ、それっぽい。あー、そう、これ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 なんだけど、これで図工のやつがあるんだよ。近い、かなり近い。図工、いや違うんだよな。近い近い、これに近いんだけど、それの工芸用のやつがあるんだよ。彫刻、積層合板、積層合板、なんだっけ、工作、図工、なんだっけ、なんつった今。彫刻、彫刻、彫刻。あ、なんで出てこねえんだよ。違うな、彫刻。そうね、積層合板的なのはかなり近いと思う。そう、これなんだけど、これのカラフルなやつがあるんだよ。もっと圧縮されてて薄く。彫刻素材。彫刻素材。いや、ワードに彫刻入ってるから。違う。図工。積層合板、図工。うん、違うな。近づいてきた。それっぽいっていうか、もうこれのカラフルなバージョンなの。これのカラフルなバージョン。積層合板。出てこねえ。あ、あ、これだ、これだ。多分これだ。消えるなよ、消えるなよ。バグるな、バグるな。あれ？放送見れてる？ちょっと待って、Google 固まった。あ、来た。あれ？なんでクリックできないの？これでしょ？違うのかな？もうイライラする。見れてる？放送止まった？あ、見れてるね。積層合板。ショッピング。積層合板。積層合板。あ、肩が痛くなってきた。肩が痛い。なんて言うんだろうな。あれ、放送止まった？積層合板。ん？受けてる？あ、大丈夫っぽい、多分。積層合板。なんて検索したら出てくるんだろうな。教材。積層合板圧縮加工木材。それってさ、なんか適当にさ、なんか言ってるだけでしょ。それもなんか自分の頭の中でどんどんなんか軍隊の用語っぽくしてるだけでしょ。あるの、そんなの。いや、そういうことじゃないんだよ。
かっこいい言葉探しゲームじゃないから違うんだよ。そういうそういうことだ。図工の授業でやったから図工で出てくるはずなんだけど、なんで出てこねえんだろう。違うんだよ。ことかっこいい言葉を作ろうとしてるわけじゃないんだよ俺らは。彫刻用に。いやちょっと待ってよ。もういや間口を狭めたら、セグメント狭めたらダメだから、もうとにかく広いワードからしらみつぶしが一番いいと思う。ワードって難しいよ。言葉って難しいよ。だからね、結局ね、自分の知ってる言葉からしかなんか検索できないから、だから俺はもっともっと言葉を知りたいし、いろんな概念を知りたいんだよね。ももさんこんばんは。そう、知ってれば知ってるほど表現の幅が広がるから、語彙は多い方がいいよ。こういうのすげえもどかしいもん。あれ？何？私はロボットじゃないよ。なん、Google にスパム扱いされたんだけど。なんだよ。なんで Google にスパム扱いされるんだよ。検索してるだけじゃねえかよ。ふざけんじゃねえよ。な、Google にスパム扱いされた。ロボットじゃないですよね、みたいな。ただショッピングやってるだけだろ。ふざけんなよ。なんだこれ。腹立つわ、Google。いや、なんか、あなたロボットですか？みたいな。ロボットじゃないですけど。本当にロボットだったらな、悪いのかよって。スパム扱い最近よくされるんだよね。なんでショッピング選んでるだけでこんなスパム扱いなんだろう。これでしょ？いや、これ違うんだよ。見てみるか。もしかして先生が特殊な使い方したのかもね、こういうやつを。これをその本当は木版で彫るやつをなんか違う使い方したからそういうことになってんのかな。先生がアレンジ加えたのかな。あ、これかかもしれないよね。なんかそんな可能性出てきたよね。先生どうやって使ったの？いや、売ってたんだよ、そのこういう四角いのを。で配ってたの。だから多分先生が持つ教材のやつあるじゃん、授業どれにしようかなみたいなカタログ、多分あん中にあるやつだから市販で売ってないのかもしれない。でも俺世界堂で見たから、だから存在はすると思うんだよ世の中に。ただあんまりそのメジャーな、なんつうの、そういう素材じゃないんだと思う。カラフルってどれくらいカラフルかっていうと、もう赤緑青とか金属とかがこう層になってる木の板なので、それを指輪にしたらかっこよくなると思ってるんだよ俺は。え？掘り進みのやつだね、さっき。掘り進み？うん。何掘り進み？え、掘り進み版画なんとか。いや、版画の素材じゃないんだよね。ちゃんと硬い木だったんだよ。綺麗な。で、それを見せたいんだけど、彫刻レザー、違うな。それのね、なんていう名前、その、名前がわかんないんだよね。行くしかねえのかな。なんか負けた気になるな、これ。すげえやだ。さっきのは木じゃなかったんだ。さっきのって何？袋の。これは版画なんだよ。で、版画のサイズじゃないっていうのと、版画の場合、金属入れないじゃん。彫刻刀が折れちゃうから。だから、版画の木材じゃないっていう俺の脳の判断をしたの。版画素材は版画素材なんだろうけど、どうなんだろうな。工作キット。
アプローチを変えて検索してみるか。図工、アクセサリー、ペンダント、キーホルダー、キーホルダー用の素材だったような気がする。あっ、違う、プラスチック。あのね、キーホルダー用の素材あった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 、シャーシャー、あった、キーホルダーできた。これ超いいでしょ、綺麗でしょ、綺麗でしょ。やっと見つかった。美術出版サービスセンター、これこれこれ、 ありがとうございます。はるさん、ありがとう。ね、ちょっと今シェアします。よかったよかった。行きます。1回2回3回、ノンタも気に入った。4回5回、今ちょっと深掘りする。なんか特殊な名前だわ。やっぱり伝統工芸の、漆の伝統工芸なんだって。なんかね、もう漢字の読み方が分かんないぐらい。木材、あったあったあった、これ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 です、これです、あったあった、これこれこれなんですよ。あー、興奮してる。これでどういう風なのができるかっていうと、こんな感じのができるの。もっと綺麗にできるの、こういう、綺麗でしょ。これあの艶を出すワックス塗るんだけど、これで指輪作ったらかっこよくない？これ綺麗でしょ。でこれで俺あの金賞取ったんですよ。で本当ワックスでもう艶を出していくと宝石みたいな色になるの、木が。これはねちょっと下手、艶出しが下手。そう、これうまいね。こういう感じになるの。これで指輪できたら可愛くない？これこれ、ちょっとね、上手い人と下手な人の作品があるからあれなんだけど、これなんて言うんだ、なんとか工芸っていうらしいんだけど、なんかちょっと特殊な素材だね。ちょっと待って、今調べるわ。可愛いでしょこれ。これで指輪作ってあげようか、じゃあ。うん、めっちゃ可愛いでしょ。やっと出てきた。ただね、これ難しいのが、その平面で重なってるんだよ、色が。だからその俺が表現したい斜めとかぐちゃっていう感じは出せないんだよね。その均一な感じになっちゃうの。幾何学模様にならないんだよね。あー、モザイクかけないで、お願い。来た。カメラがクソだから。これにワックスをひたすらかけると超綺麗なの。だからこう奥行きを出さないといけないんだよね。これ難しいよ。これこれこれで、ペンダントだったらうまく作れんだけど、これで指輪ってどうなんだろうな。これ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 でペーパークラフトとかやる、こういうペーパーナイフとか。綺麗でしょ、綺麗でしょ、綺麗でしょ。めっちゃいいのができるんだよ。これで作ろうか、じゃあ。あ、これうまい、これすごいうまくできてる、こういう。あ、これ指輪どうやるんだろうな。多角形、円にして内側にカットを入れればいいんだ。で彫りを入れればいいんだ。頭の中でできてきた。こういうのとか綺麗でしょ。これでお揃いで、ただ柄は一緒なの、作れないよ。いいの、結婚指輪これでできるね。これで作ってあげるよ、じゃあ。こういうこの目の感じを斜めに出したいから、こういう風にしたいのよ俺は。超可愛いでしょ。だけどこれを全く同じ面で作れないから、どうすればいいんだろうな。お揃いにするには柄はね、違う、絶対に全く同じのは絶対にできない。なんでかっていうと、彫る角度によって絵柄が絶対変わっちゃうのよ。で、ほん、あ、指輪あるじゃん。あー、でもちょっとダサい。俺はこういう風には作りたくないけど、一応指輪あった。
こういう風になるんですよ。ただ俺はこういうデザインにしない。もっと凝って作るけど、うまく作るとこういう感じになる。うまく作るとこういうまだら模様がうまく綺麗に入るんですよ。だけど、もうほんとね、センスですね。それは。もう木目との戦いです、これは。ただ指輪、これはダサい。こういう均一なのにはしたくないの、俺は。これをもっと、さっきのまだら模様みたいにしたいんだよ。こういう。こういう。こういうね。伝統工芸だって、これ。で、下手なやつが作るとこうなっちゃう。これはワックス掛けが下手。うん。型取りしかしてないっていう。これで作るか、じゃあ。あ、これうまいね。これ上手、うさぎさん。これはうまーくできてる。ピアスとかにも可愛いね。うん。まだらの方が可愛いでしょ？そう、下手な人だと平面的に作っちゃうからこうなるのよ。これはね、立体的に彫りとかをうまくしないと、この木の持ち味が出ない。これうまいね。この面積を低くして、こう、バーってカットを出して、カットを斜めに削れば削るほど、この面が広くなるから。かわいいね。これ伝統工芸の素材なんだって。俺はね、こういうの好きだから。ここの彫りの部分で表現して、色合いの素材の良さとか出してるっていう。これもうまいね、これも。これもうまい。こういう感じでうまく作れるかな、指は。お箸とか最高じゃん、これ。お箸とか。作るか。ウッドリング。いっぱいあるんだね。うん、ちょっとセンスだね、もうこれは。ただまあ、世界で一個のものになるのは確実だから。お箸可愛かったね。これで俺とノンタンの指輪2個作んのか。相当時間かかるけどいい？下手したら1年とかかかるよ。本当に。作ろう。うん。OK。うん、作るか、じゃあ。しかもあれだよ。ウッドリングだからお風呂とか入れないよ。うん。OK、わかった。じゃあ、ノンタンのこれで作ろう。夫婦茶碗。夫婦茶碗とかいいよね。明日じゃあ一緒に買いに行く？木目が違うから、自分で好きな木版を買わないといけないのよ。明日世界堂で待ち合わせする？じゃあ、俺仕事4時に終わるから、4時に来てもらうよ。うん。そうだね。ただ納得いかなかったら一からやり直すからね、俺。完璧なものをプレゼントしたいから。あれだよ、本当に1年かかるかもしんないよ。これこれ。こういう木材があるんだけど、そう。この色のパターンが違うのよ。気に入った色のパターン見つけて、俺はこの黒とこれにしようと思ってんだけど、こういうパターン。で、自分の好きな色見つけて。そう。これ。うん。よかった。積層合板圧縮加工素材全然違ったな。全然違う名前じゃん。びっくりするわ。ありがとうね、みんな。これはなんて読むんだろう。読み方がわかんないわ。ワード2。今シェアします。なんていう読み方なんだろう。これは工芸品で、なんて言うんだろう。なんとか工芸っていう読むんだけど、これなんて読むんだろう。もう漢字が読めない。これです。僕が探してた素材はこれ。これです。これなんて読むの？これが僕が探してた素材ですね。ああ。色の違う漆を何層にも重ねた素材。ほうほうほう。はあ、色紙？なんて読むんだろうね、これ。読み方がわかんない。読み方がわかんないよね。なんて読むんだろう。うん、こんなのわかるわけねえじゃんっていうね。これこれ、かわいいでしょ、これ。
これ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 。これ学校の使ったの。でもみんな授業で使わなかったこれ。中学か高校か。湿気って調べて。湿気？湿気？湿気？湿気。湿気ではないね。ああ、なんて呼ぶんだろうねこれ。ちょっと歴史を調べてみようか。仙台。うん、なんかのなんか中国からなんか来たんじゃないのこれ。長いな説明。漆を使ってるんだね。あ、追朱、追朱っていう字です。中国漆器を代表する技法であるなんとかの一種である。おう、これやっぱ中国から入って読むんだ。追朱だって、追朱工芸だって。うん、日本には平安時代末から鎌倉時代初頭に伝来し、室町時代頃に本格的に製造が始まった。歴史古いな。はあ、そう、追朱、追朱。その指は可愛いね。どこ、なんていう素材、追朱。渋すぎだろ。和道初代作の追朱の指輪だよ。意識高い系かってなるよね。かっこいいよね。俺らまた賢くなったな。和ゼミ受講生はついに追朱、伝統工芸まで幅広いカバー、この。追朱がついに我らに、我が家に来たよ、追朱が。憧れの追朱が我が家に。本当はその朱色のやつのことなんだね。多分こっちがその伝統工芸として日本で発展させた方でしょ。色のことなんだね、朱っていう。あ、朱色の朱か。なるほど。また勉強になってしまったね。うん、追朱。今追朱が熱い。でもこれでパワーストーンとか作ったらかっこいいと思うよ。これで丸く磨いてまだら模様にして数珠とかつけたら世界で1個の数珠できるから、これ絶対かっこいいと思う。めぐみさんこんばんは。うわーすげえ。色が貴重なんだろうねきっと。多分ね。いやー、あー、お茶碗ある。キモ。キモい。お茶碗あるね、追朱の。追朱工芸。でもこういうなんか和っぽいもの好きなんだよ、俺。うん。あ、そのなんか瓶みたいな。どれ？え？花瓶みたいな。花瓶？これ？それそれ。うん。賢くなったね。すげえ。なんだこれ。こういう虫とか作る人いるんだね。すごいね。ああ、こういうのいいね。どうやって作ろうかな。一番理想なのは普通まっすぐ穴を開けちゃうの、指輪のサイズで。だから縦目に木目が入っちゃうけど、一番理想なのは傾けてもらって斜めに入れるんだよ。そうするとね、何とも言えない指輪ができると思うから、工具を持ってる人を探すか、もうヤスリでゴリ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 斜めに掘るか。だからもう1年単位だよ、本当に。グラデーションをうまく出したいんだよ、そう。だから素材が四角形でもう多層にバーって作って、これくらいだともうどっからでも掘れるからいいんだけど、難しいよこの素材は扱うの。でも斜めに掘ったらこう斜めの指輪ができてかっこいいと思うよ。こう斜めにこう来て、しかもそうグラデーションが綺麗に入る。でそこに彫りを入れてくのよ、盾とか彫刻刀で。で最後はもう艶出しね、ピッカピカになるまで。いい指輪できるよ。
あ、これかっこいいね。これ素材だったらできる。え？プラスチックの、その層になった素材だったらできるけど、うん、作れるけど、四角で作れるけど、プラスチックの指輪だとどうなんだろうな。フィギュアとか作るあのキャストっていうやつの、うん、あれで色を入れてって、はい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 、ああ。でもそれだと多分型取る系が向いてると思うよ、プラスチック素材だと。身につけるものとしては向いてんのかな、どうなんだろう。これがあとどれくらいの耐久性があるのかっていうのをつけてみないと分かんないから、1年かけて作りましたっつって3日ぐらいでパキッて折れたりするからああそう、そしたらまた別の作ろうよ。お、マスカケ一本線すごい、すごいね。綺麗なマスカケ一本線だね。手相どんな感じ？普通。普通だね。俺と一緒だ。うん。感情性だ。あ、でもね、本当にね、金持ちになる人とか豪快で、すごいやっぱ金持ちになる人みんなマスカケ一本線だよね。バッて、あの織田信長が持ってたっていう線なんだけど、やっぱね、天運ってあるんじゃないかと思うよ。本当にマスカケ一本線のやつは運が強い。なんか天下をつかむっていう、その線をつかむ、そのここにねビーって一本になってる人がいるんだけど、マスカケ一本線で。なんか似てて笑う。え？似てて笑う。にそっくりだね、手相。やばいね。本当に似てるね。これ指輪、指輪じゃない、ペンいいね。俺結構ね、自分のボールペン気に入ってるんだよ。結構ね、みんなね、あの、それどこで売ってるのってみんな言うんだけど、俺のボールペン見せたことあったっけ、リスナーさんに。これ結構ね、もう、中学、あ、ちょっと待って、これ。一回、もう、切るわ。ペンダントにしようと思って紐通したんだけど。俺のボールペン見せたことあった？磨いてないからもう真っ黒になっちゃったけど、ボールペン見たことある？俺の一生ものボールペン。ちょっと今紐取るわ。これペンダントにしようと思って紐通したんだけど、刺さって痛かったんだよね。ペンダントが胸に刺さる。見たことない？これね、結構ね、どこで売ってんのとか、俺も同じの欲しいって言われるんだよ。磨いてないから真っ黒に硫化しちゃってるけど、シルバーのボールペンなのね。今見せるけど、ちょっと待って。これ。これかっこいいでしょ？ちょ、見づらいかな。光の加減でちょっと見えないが、逆光になってんのか。これですね。かっこよくない？気に入ってますね、ボールペン。シルバーの、なんていうの？一点物っていうのかな。ピントが合わない。綺麗でしょ？うん、だ、書きづらさはもう抜群に書きづらいけどね、うん。これはもう見つけた時買いだなと思って。めっちゃかっこいいでしょ？ただね、ちょっと短いから書きづらいっていうのはあるんだけど、うん、そう、これ僕のお気に入りのボールペンで、ここを回すと、これもシルバーで全部作ってあるんだけど、ここにインボールペンが普通に刺さるっていう、うん、芯が。だから普通の市販のボールペン買ってきて、ここを短くカットして、おしゃれでしょ、うん、で、ここにこうやって。ここ全部シルバーだからね、うん。これ、売ってないんですよ。職人さんの一点物なんですよ、これ。
一本一本手作りだから一個一個デザインがもうなくて、でそのなんつうのデスノートのペンみてえだなみたいな言われた。デスノートのリュークみてえだなって、うん、そうそう、この模様が気に入ってて、でまあシルバーだから磨いたらビッカビカに銀になるっていう、うん、かっこいいでしょ。高そう。これ1万2000円ぐらいかな、うん、1万2000円ぐらいで買った気がするけど、うん、クロムハーツとかよく言われるけどね、結構気に入ってますね僕は、うん、なんか下手にあの高級なボールペンモンブランとか使うより全然好きだね。モンブランとか6万円とかするんだけど、モンブラン書き心地で抜群にいいけどね。綺麗なものとか美しいものが好きですよ僕は。これは1万2000円だよ。これ確か1万2000円だかそんくらいで買ったけど、1万2000円。ハートプレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう。あれだな、もののけ姫に出てくるさ、あの最初の頃にさ婚約者がさ、あのなんだっけ、黒曜石のペンダントくれるじゃん、守り刀。あのシーン好きだな。あの好きだった女の子がさ村八分になって追い出されるシーンあるじゃん。たたり神、たたり神だっけ、たたり神に呪いかけられて村八分にされるシーンあるじゃん。あの時にほらあのババ様にさ、あの村のしきたりで見送りはできんって言って朝方出発するときに女の子が来るじゃん、婚約者が。まああれは3人あげるんだけど、うん、あれかっこいいよね。アイヌっていうかあの縄文時代の服とかかっこいいかんね。縄文時代とかまあだからタトゥー入れてた民族だよね、あのかっこいい服が。これイラストだけどこの服とかめっちゃかっこいいもんね。弥生系の服より縄文系の服の方がかっこよくない？こういう幾何学模様っていうのかな、うん、こういう服好きよ。これかわいいねこれかわいい、こういう服着たいよね、うん、こういう服着たい。ゆったりしてて良さそうだな、いいな、なんか。え、なんで？なんで笑うの？面白い。嘘。こういう服で。髪の型とか。え？さっきのなんか髪型みたいな。え、かっこいいじゃん髪型とか。なんかこうなってるやつとかかっこいい。俺あれかっこいいと思うよあの髪型。うん。え、ない？なんかお笑い芸人。
あ、いたね。わからない、こういうかっこよさ。めっちゃ可愛いじゃん、女の子とかこういう服。可愛くない？個性的っていうか。なんか好きだよ、こういうの。結構みんなドン引きしてるインドっぽい服？なんだろう、インドっぽい服って。こういうやつ？サリーだっけ？デザインっぽく、デザイン？普通の面でできてるみたいな。なんだろう、こういうやつ？わかんないな。あ、その、下の、長いドレスみたいな、左の緑の、これ？味、あ、でもそれもいいけど。俺別になんかグッとこないね。黄緑？あんまりグッとこないね。その緑の。これ？いや、全然可愛いと思わない。すげえ肩凝った。かっけえな、この服。超かっこいいんだけど。なんか民族衣装とかかっこいいけどね、普通に。民族衣装めっちゃ好きだね。着てる人が怪しかったよ。なんかさ、日本人がスーツ着てんの、なんかあんま好きじゃないんだよね。なんかみんな個性的、個性がないっていうかさ、なんか、日本人の服じゃないじゃん、もともと。えら、エロ。え？象？どれ？どれ？一番下の段のこれ？あ、かわいいね、象さん。なんかあとタングステンの印鑑が欲しいんだよね。パナソニックがタングステンの印鑑発売して、どこで売ってんだろう。タングステン印鑑。そう、ニュースでパナソニックがタングステン印鑑を発売したって書いてあったんだけど、なんかね、印鑑がもう欠けちゃってるから、印鑑変えようかなとか思ってて。みんな印鑑こだわってる。印鑑とかこだわりないのかな。印鑑どう？みんな高いやつ使ってる？俺実印は象牙の印鑑なんだけど、なんか親父が生まれた時、俺が生まれた時に作ってくれたやつなんだけど、なんか印鑑屋さんに友達がいて、印鑑屋継いだやつがいて、後輩に。で、なんか見てもらったんだけど、ああ、あんまりいい象牙じゃないっすねって言われて。なんか象牙の木目っていい象牙と悪い象牙ってあの知ってる？普通の水牛。水牛？あのさ、円になるじゃん、木目と一緒で。で、中心に行けば行くほど丸に近づくの分かる。で、端の素材になればなるほど、円がこう途中になるじゃん、こう。だから、それで分かるらしいよ。要は、芯材が一番いいんだって。今もう象牙取れないって言われてるからね。タングステンの印鑑欲しいんだよ。実印は親からもらったやつだけど、認め印は安物。二十歳の時親からもらった印鑑使ってる。値段わかんない。あんまり気にしたことない。
日本ぐらいだからね、その印鑑、印鑑とか使ってる。すごいよね、印鑑がないと動けないさ、国民で。だってさ、印鑑ってさ、もう一番偽造しやすいもんじゃん。だって印鑑を押してさ、それをさ、模倣して作れるわけじゃん。向こうはサインじゃん。タングステン印鑑欲しいな。でもそれでも10万ぐらいしたっつったけどな。実印見たことない。実印持ってないの？あるけど見たことない。え？実印を押すときってどんなときだ？結婚するときって実印でやんの？実印って家買うときとかに使う？わかんねえな。確かに実印使ったケースがあんまりないな。契約書とかね、社長業だったらあるかもしれないけど。なんか役所に何かの届けを出すときに使うみたいな。戸籍とかか。ああ、海坊主さんこんばんは。どこの国もあると思ってた。韓国や中国と日本だけなのかな。いや、韓国でももう使ってないんじゃないの、わかんないけど。日本ぐらいでしょ、本当に先進国で印鑑使ってんのって。実印は家とか買うときに使う。あ、やっぱ家とかでかい買い物のときか。弥生さん、おどうもでーす。実印じゃない限り100円ショップとかで用意できちゃいますだよねー。韓国は今でも使うんだ。へぇ。韓国は確かになんか印鑑の素材がいっぱいあって、印鑑屋さんがいっぱいあるっていうもんね。あの石のやつね。あの彫りの入った。実印は普通車の登録の時にいる。へぇ。そうなんだ。あれなんだよな、逮捕される前に会社の登記用の、あの、逮捕される前に俺会社を起こそうとしてて、で、それで会社用の印鑑がそこにあるんだけど、逮捕されてさ、会社作れなくなっちゃったから、未だに残ってんだよね。見る？なんて名前で登録してたっけな。そう、会社作ろうと思ってたら逮捕されたんだよ。それで作ろうじゃん。会社作ろう。いや、株式会社って入っちゃってる。あ、そっか。ね、韓国は印鑑石のやついっぱいあるよね。だよね、何でもいいんだよね。これがそれなんだけど、これ、これ会社用の、まだ一回も使ってなくて、結局だから、登記しようと思ってたんだけど、使えなかったんだよね。うん、そうそう、会社用の印鑑、これ。まだ一回も使ってないよ。まあ多分この会社名ではもう登録しないかな。クソダセーかんな、会社名。おしゃれ。和道さんおしゃれなものたくさん。いや、だから違う。会社の印鑑、会社の印鑑で3つ用意しないといけなくて、あの、認め印みたいなやつと、正式なやつと、あと銀行用のやつ、3つ分けないといけないんだよ。飲んだら貸して。はい。うん。おしゃれなものっていうか、あの、会社経営するとき用のやつ。これが多分、その、正式なやつ。その、決済とかに必要になったりとか、会社の正式に必要な印鑑なの。こっちが銀行かな？どれがどれだか忘れちゃったな。うん、これが銀行印か？うん。うん。なんて書いてあるんだろう。おしゃれかな。あ、なんか小切手とかに押すやつか。
なんかね、3つあるんだよね、その。何に使うか忘れちゃったんだけど。うん。ただまあ、オクラ入りですよ、完全に。うん。そう。高光ワークス。株式会社高光ワークス。うん。あれ、合同会社で作ってる？株式会社だったと思うけど。うん。株式会社高光ワークスって書いてキンバイさん、寝配信するので花火くださいとか。やる気ねえだろ。やる気ねえだろ、キンバイさん。面白いよな。今あれか、キンバイさんが寝てるから。あ、そうでもないな。ランハゲも最近閲覧落ちてきてるよな。ランハゲっていくつなんだ今。でもなんかいい指輪作れそうだね。うん。あと俺、ダイヤモンドとか、あの、宝石よりも翡翠とかの方が好きなんだよね。翡翠とか紅白？なんかあれしょ、中国とかだと翡翠とかの値段の方が高いんだよね、ダイヤモンドとかより。あの、本当にいい翡翠とか。めちゃめちゃ高級らしいよ。翡翠綺麗じゃない？あ、いないよ。綺麗。うん。母親今ランハゲにハマってる？母親も配信見るんだ。私放送見たことないけど、ランハゲって上品なの？下品でしょ？すごい。綺麗でしょ？翡翠綺麗の、なんで日本翡翠流行らないんだろうと思う。日本翡翠の産地なんだよ。翡翠が取れすぎるから価値がないのかな？だから、ね、日本のマガタマとか翡翠でできてるじゃん。なんでこんな綺麗な石、あれなんだろうと思って。翡翠いいよね。多分日本は翡翠が取れすぎるんだろうな。うん、綺麗な翡翠はめちゃめちゃ高級で扱われてるらしいよ。サンゴとか翡翠か。だから中国、日本の翡翠とか日本のサンゴとか全部持ってかれちゃうじゃん。赤いサンゴとか。もうほんと運百万で取引されるから。赤サンゴ、サンゴはなんかひどかったらしい。サンゴはもう乱獲されまくってるでしょ、日本で取れる中国に。もうあの中国ではもう超高級宝石扱いだから、上質な赤サンゴとか、7000万、すげえな。おはよう、さくらさん、おはよう。母親配信もやってんの？和道さんの放送見てる？母親がランハゲは上品ないよって言ってた。マジで？何？あやかの母ちゃん、俺の放送見てんの？で、配信もやってんの？どうなの？母親が配信ってなんか新しいな。よくさ、息子が配信をやっててかわいそうみたいな話は聞くじゃん。想像もできるじゃん。時代が変わったよね。母ちゃんが配信者の時代が来たんだ。どういう気分なの？母親の配信とかパッて見たらなんか下ネタとか言ってたら嫌じゃない？めっちゃへこまない？ FC2 かもしれない。FC2 でアダルト配信やってたりね。うん。
どこまでできるってコメント対応してた。すげえな。やだな、なんか家族の放送とか絶対見たくないもんね。俺絶対見ない、見てるの？のんたん見てたらイジイジして可愛く見えるって言ってた。のんたんイジイジっていうかね、もじもじしてるんだよね。ずーっともじもじしてるよ。もう出会った時からデフォだもんね。え、もじもじっ子だもんね、でも弟見てる。俺のこと？え？うん、見てる。あ、そう。たまに。花火ください。いや、こんな時間見たい。花火ください。この時間見たい。前なんか高円寺かなんか行った時のやつ見てた。へえ。お母さん、板ババアみたいだったらやだ。板ババアは面白いでしょ。俺、板ババアもっと再発掘っていうか、もっとブレイクしていいと思うんだけど。板ババアはほんとナイスなコテハンだよね。ほんとに痛いババアだからね。板ババアはいいよ。大好きだよ、板ババア。最近配信中毒になってて顔も出してるし、電話かかってきたと思ったら配信のことばっかり言うし困ってる。あ、一緒に住んではないの？遠くに住んでて配信やってるパターン、それ余計やだな。なんか俺は家族の、なんか弟のもなんか YouTube とかでやってるらしくて、なんか YouTube の方かな。でなんかとやかく言われるのよ、リスナーから。リスナーが弟の YouTube 探し出してきて、なんかお前こんなことやってるぞとか、お前なんか悪さしようとしてんだろうとか、知らねえよっつって、もう何年会ってねえと思ってんだよみたいな。全然会ってないのよ。そう、もう何やってるかなんかもう全然知らない。綺麗でしょ、赤サンゴ。赤サンゴはいいよ、こういうの好きだね俺。変な高級ブランドとかで全然可愛いよ、この前3杯目3杯目ヒカルの枠に突して発狂したり、金杯の枠で痛いコメントしたり、本当に困ってる。いや、やだなぁ。あ、超かっこいい、これ。あ、綺麗。綺麗だね、これ。サンゴの。あー、それやだなぁ。どうなんだろうね。でもさ、ある程度まで、そのさ、変な話だけど、その家族が過疎配信者だったら、まだわかるじゃん。まだわかるけど、ある程度さ、もう名前知れ渡ってるぐらいになってくるとどうなってくるんだろうね。その、例えばさ、あやかのお母さんがさ、うなちゃんマンぐらい有名になったら、あやかどんな気分なんだろう。すごい嫌じゃない？うなちゃんとか、金梅さんとか、その、ひかるくんとか、その辺ぐらいまで有名になったら、どんな感じなんだろう、家族って。すげえ気になる。どう見守ればいいの、これっていう。嫌だよね、ブレイクしたら。だって配信でブレイクするって気違いの称号だからね。開き直って気違い配信やる。あ、それ正解かもしんないね。でもね、なんかね、結構ね、気違いやったら売れると思ってる人結構いるんだけど、全然そんなことないよ。あのね、結構ね、気違いやるのってセンスがいて、キャラハマってないと普通にかそってるだけだからね。結構ぶっ飛んだ配信やっても取り上げてもらえないこととか多々あるからね。もうそういう時代は終わった。終わったよね。うん。そうそう。配信のトレンドってほんと変わってくよね。ほんとに早いよ。あの、どういう配信が受けるのかっていうトレンドの流れ、いっぱい歴史があるんだけど、まあほんとに早い。で、再ブレイクとかもするんだよ。なんか、そのスタイル。配信は奥が深いよ、本当に。リスナーはすぐ飽きるかんな。でも、なんだかんだ言って思うのは、やっぱね、自分のコンテンツ長くやってるやつが勝ってる気がする。和道さんのリスナーさんで母親の枠によく来てくれる人いる？コメントしてるの見て笑った。あー、なるほどね。お母さんはちなみに俺の放送でコメント打ってんのかな？ブロックされてたらウケるよね。いきなりブロック。うん。コメント打ってんのかな？コテハン知りたいよね。どれが彩香の母ちゃんなんだ、
でもなんか身内に見られるほどやりづらいもんねえかんな、本当に。ブロックされてっかな。身内は即ブロックだよな。なんかやっぱ、配信である程度有名になったら、リアルな友人とかが放送を見出したりとかしてて、すごい嫌だったのが、もうリアルを知ってる人ほど、なんか配信で喋ったことを、なんかリアルで持ち出してくるんだよ。なんつうんだろう。なんかそれを真に受けるっていうの。なんかマジレスをプライベートで飲んでる時とかにされて、さあ、みたいな。すげえ嫌だった、俺は。気分悪かった。え、本当に和道さんにブロックされたんだけど、電話かかってきたの？え、マジでされてんじゃん、それ。ブロックリスト見てみよう。え、なんて小手半？なんて小手半？え、それマジでブロックされてるパターンじゃないの？誰だろう？まあ、でも俺がブロックしてるやつって相当痛いやつだからな。俺がブロックしてるやつはよっぽど痛いやつしかブロックされないよ。あ、知ってる、俺。あ、痛いやつだ。痛いやつだ、知ってる、そいつ。ブロックしたわ。あ、痛い母親だな。うん、ご愁傷様です。今ブロックしてんのかな？結構頻繁にコメント、え？いや、今ブロック解除してると思うな。その人、え？っていうか昨日なんか花火かなんか撃ってたぞ。昨日なんかアイテム。ああ、わかった、わかった。持ってるサムネでしょ、なんか。ちょっと、なんか出会い中っぽいサムネの人だ。あれ、母ちゃんなの？なんか若作りしてるでしょ、サムネ。わかった、昨日アイテムくれたもん。あ、それ母ちゃんなの？俺わかるぞ、それ。昨日絡んだぞ。うん、マジか。クソ痛え母親だな。クソ痛いやつじゃん、母親。今多分ブロックしてないけど、昨日来たぞ。なんかアイテム何個か置いてったよ。すぐ消えたけど。若い頃の写真使ってるよね。しかもなんかちょっとエロい。エロいっていうかなんか。あ、そういうことなんだ。彩香の母親クソ痛えな。めっちゃウケるわ。今度来たらいじり倒そう。なんかそう考えるとな、もう配信ってどん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 変わっていくな。もうあの頃の配信はないよね。だから2チャンネルを最初にやった時の感動とかな。もう意味がわかんないんだろうな、多分。すげえ感動があったんだよ。2チャンネルに初めて触れた時の感動。もう、それこそ2チャンネルっていう言葉も一般的に全く浸透してなかったんだけど、2チャンネルってヤフーとかグーグルとかと同じぐらいで、日本4位ぐらいになってたんだけど、インターネットをする人がまず人口が少なくて、例えば、俺の学年200人いたんだけど、中学1年の時にパソコンを持ってる家って多分、3人か4人ぐらいだったんだよ。で、1人ヘビーにやるオタク気質な人いたけど、家にあるっていうだけで、まずインターネットをつなげるの高額でできないのよ。中1の時点だと。で、そのオタクのやつは、中1のやつはパソコン触ってて、で、親が、ケーブルテレビ、成田ケーブルテレビに加入してるからインターネットが安く使えたの。で、そのインターネットっていうものに興味があって、そいつの家に俺の家ネットできるから来いよって言ってくれて、友達だったんだけど、行くわって言ったら、まずね、ブーンって立ち上げて、5分間ぐらいは動かないんだよ。もう起動中ガガガガ、パソコンがだよ。本当にガガ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 ガってずっと言ってんの。これ本当だよね。本当にこんな音しちゃうんだよ、パソコンって。なんか歯車動いてるでしょっていう。小さい歯車動く音がするの。ガッガガッ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 
フロッピーとか、そう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 。で、5分ぐらい待つんだよ、とりあえず。パソコンが生きるまで。そう。で、まず言われるのは、絶対に電源を落とすなって言われるの。電源を落としたらもう終わりだから。パソコンがぶっ壊れちゃうの。意味がわかんないじゃん。だからこれ、ホリエモンも語ってるんだけど、Mac のすごかったところって、ソフトウェア、要はボタンじゃなくてシャットダウンを作ったのって Mac なんだよ。でも、一般的なその機械の概念がある人たちからしたら、ボタンを押して電源を切るっていう思い込みがあるじゃん。だけど、そう、スティーブ・ジョブズのやっぱ天才だったところって、そういうのはもうソフトウェアでできるんだよっていうのをどんどん示していくのよ。ボタンなんていらないっていう発想なのよ。で、それを見たとき、ホリエモン衝撃を受けたって言ってて。で、まあ、ガガガガって言って、まあ、ボタンを押したら、もう二度と使えなくなるから、そう、シャットダウンのコマンドがあるから、電源は切らないでくれっていう、まずもう、パソコンあるあるだよね。電源ボタンには触れるなっていう。なんかね、電源を切っちゃうと、まずパソコンがぶっ壊れるの。データが全部飛ぶの。で、なんか、フロッピーディスクを4枚か10枚ぐらいかな。で、なんか、Windows を入れるところから始めるんだよね。そう。それがなんか2時間ぐらいかかるの。2時間じゃないか。もっとかかるか。5、6時間かかる。結構半日作業。半日作業なんだよ。もうデータがぶっ壊れると、Windows の再ダウンロードから全部始めるのね。それもフロッピーディスクを次入れてくださいみたいな、英語で書かれてるやつを。Windows じゃなかった。え、なんだったリナ MS-DOS とか。MS-DOS とかはさすがに。俺の時は多分、なんなんだろう。Windows95 の前ってなんだっけ。その中学生のやつが Windows95 だったんだよ。だから、じいちゃんの時、小学生の時触ったの多分 MS とかだと思うんだよ。もうほんと、なんつうの?マトリックスの世界だよね。上からずーっと英語がバーって書かれてるやつ。MS-DOS だ。俺は多分ね、MS-DOS を触ったことはあるはずなんだけど、その時40万ぐらい?もっと下か。50万、60万の世界だよね。で、できることってテトリスとかだからね。本当だよ。パソコンでハイスペックで最高のゲームがテトリスとかだったんだよ。うん。だからあれだもんね。その頃の人たちってさ、本当ネットを使うっていうよりもプログラムでゲームとか作ってる人たちだよね。自分たちで。MS-DOS、Windows 3.1、95。俺はだから今話してるのは95の話だね。そのガガガガの方の。え?で、Windows 98、Windows Me だっけ?すぐ消えたやつ。わかんないけど、なんかやっと電話回線でつながるようになった。95でつながるでしょ、それは。うん。まあ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 、そういう世代なんだよ。とにかく電話回線でつながるようになったとかならないとか。で、何から説明すればいいんだ。そう。で、サイト、2チャンネルってめちゃめちゃ文字だけだから軽いでしょ。みんなもさ、スマホやってるとわかるけど、動画って、やっぱり、動画とか画像って重いじゃん。若干 0.1 秒ぐらいラグがあるじゃん。だから文字サイトだけを見るとバッて表示されるじゃん、下の方まで。違うんだよ。2チャンネルが表示するじゃん。そしたら上からガッ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 ってゆっくり表示されてくの。上からデータをこう層ができてくる。だからちゃんと2チャンネルの1ページ出るまでに相当1分2分ぐらいかかるよね。だからリロードっていうか更新するのにも1回金かかるみたいな。ほんとそういう世界。で、ここに文字打ってみろって言われて、俺はバーカとか打ったんだよ。そしたらめちゃめちゃ叩かれたの。更新したら。それが面白くて。だから、今の中学生とかが配信を見てバーカとかハーゲとか言いたくなる気持ちわかるの。すげーってなるんだよ。でも何でも質問すると、そう答えてくれんの。そうすごいよね。すごかった。誰だか分かんない人が。だからさ、あの頃ってネット恋愛みたいなのがあったんだよ、本当に。だからすごかったよ、本当に。出会い系サイトとかさあってさ、本当面白かった。イライラするっていうか衝撃だったんだよ。例えばなんて言えばいいんだろうな、この衝撃がね、多分分からないんだよ。メールはだから受信をしてたのをわかる?メールって、今ってさ、LINE とかみたいにポーンって送ったら勝手にポーンってリアルタイムで届くじゃん。違くて、送りました。で、受信するのもお金かかる時代だったから、受信ボタンを押すと一斉に来るっていう仕組みだったの。iモードとかって。そうだよね。
そう。だから5分おきに勝手に受信する設定、金持ちだとそういうことやってたりとか、学生とかだと、今日メール届いてるかなつって受信ボタンを押すと、今日何件来てますよつってデータダウンロードしてたの。だから、なんて言うんだろうな、その、メールってでも個通じゃん。メールアドレスを交換した人の個通のやり取りだけど、そう、オープンの、なんて言えばいいのかな。それこそインターネットっていう概念がなかったんだよ。慣れてなかったの。だから、今のその世代がちょうどドストライクなんだよ。俺が。32とか30前半の世代って言われてんのね。そのインターネットが、ネットっていう概念が出始めたのが。でもさ、今の若い子ってネットが当たり前になってるから、そういう感動ってないと思うんだよ。多分。フロッピーディスクいっぱいあったよね。で、もう何を言ってるのか説明書見てもマジでわかんないのよ。本当に。専門用語がずーっと書いてあんの。すごい時代だったよ、本当に。だから、詳しい人じゃないとパソコンに触れなかったんだよ。うん、あの頃は良かったよな、本当にな。何もかも新しかったもんな。本当に。だし、スーパーファミコンやった時の衝撃。スーパーファミコンですら画質すげーって言ってたんだよ、俺ら。今さ、VR とかですげーって言ってるけど、とんでもないよね。スト2とかやって、すげー画質って。かっけーって言ってたんだよ。今考えるとクソダサいじゃん。もうポリゴンじゃん。ポリゴンですらないんだよ。ポリゴンはプレステで出た概念だから。プレステとかで喋ったらすごい。そう。ロールプレイングゲームで喋り出したらびっくりしたんだよ。そう。歌ったとか。だから歌った。歌で有名なファイナルファンタジーの倖田來未のやつ、あれか。そう。こんばんは、おたけさん。スト2とかね、感動があったよね。そう。文字だったんだよ。しかもひらがななんだよ。漢字を登録できないから、ひらがなでずっと読まされてたんだよ。だから脳内変換がすごかったんだよ。俺らの世代は。脳内で物語を保管していかないと、かっこいいグラフィックとかなかったから、だから、そう、想像力が必要だったんだよね。新しいフォロワーさん、おたけさんフォローありがとう。懐かしいなぁ。その感動ないでしょ？だから逆に俺らは、すごい映像とか出るたびにもう慣れてくの。なんかもう疲れたし、いいってなっちゃうの。だけど、バイオハザードはここにつけるやつですごく新しい感じがするから、あの時の感動がちょっとあるんだよ。PC エンジンの CD ロム2の天外魔装は衝撃だった。あー、PC エンジン持ってなかったな。俺の中でのこれ定説なんだけど、スーパーファミコンは普及したんだよ。ファミコンも普及したんだよ。ただ PC エンジンを買ってもらえる家庭は富裕層か親がオタクだったパターン。うん。PC エンジンって、ハードがあんまり普及してなかったり、ソフトも普及してなかったから、要はゲーム好きな家庭が買ってもらえる感じがした。PC エンジンがある家って64もあれば、プレステもあれば、全部あるって感じ。うん。で、ソニックをやってるイメージだ。PC エンジンって一番有名なのはソニックだよね。スーパーソニックだっけ？ハリネズミのやつがこう、ぐるぐるぐるって回るやつ。ファミコンでバグった時めちゃめちゃイライラした。俺、ファミコンはそこまでドストライクじゃなかったかな。スーファミだったね、やっぱり。スーファミプレステだったね。あとネットだよね。だから携帯電話をさ、携帯電話がフルカラーなのが当たり前なのが嫌でさ、俺らの時ってさ、文字だけだったんだよ。しかもそう、カクカクのファミコンみたいな文字だけだったんだよね。ソニックザ・ヘッジホック。いや、セガか、ソニックは。メガドライブか。うん。セガサターン。セガサターン。セガと三四郎とかね。セガタ三四郎、セガタ三四郎。セガサターンしろーって。あれ持ってた家はすごい。そう。俺が言ってんのセガサターンの方だ。要は、セガサターンがある家は金持ちっていう。うん、ゲームギアわかんない。PC エンジンってなんだっけ？ PC エンジンってなんだっけ？とにかく熱かったよね。もうなんか、熱かったよね。日本がゲーム史上最先端。ちっちゃいフロッピーみたいな入れるやつじゃない。ああ、それゲームボーイじゃないの。違う。うん。うん。ドリームキャストもあったんだ。ああ、ドリームキャストはシーマンで売れたやつだっけ。
シーマン独占したのドリームキャストだよね、確か。ドリームキャストでもそこそこ売れたって言うんじゃないですか。ドリキャストは売れたでしょ。 PC ゲンジン面白かったよね。ズコ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 、わかる？頭でかくなってヘトバンしながら敵倒すやつ。ズコ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 、あ、狂ったゲームだったよね。あ、でもね、ドンキーコングは結構衝撃だったかな。プレステ1のドンキーコングはめっちゃ面白かったな。うん、樽投げるだけのゲーム。難しいじゃない、あれ。うん、難しいけど面白かった。なんか新しかったね。横スクロールなんだけど。高橋名人わかんないわ。やっぱ上の世代だわ。だからポケベルが終わる世代っていうか、俺はポケベル触ったことないんだよ。ポケベルは一個上がめっちゃ流行ってたけど、俺は、なんだ。携帯電話ともう一個なんかあったよね。ウィルコム。PHS か。PHS と携帯電話がもう普及する世代だから。でも俺ね、学年で持ってたの、俺ともう一人の女の子だけだった。ヤンキーの女の子なんだけど。極上パロデュース。シューティングゲームか。そう。で、中3ぐらいになると、3分の1ぐらい持ってたかなとか、持ってないかなっていう。高校に持ち始めたらみんな半分ぐらい持たせてもらってるって感じ。で、なんか、私も欲しいなみたいな、俺も欲しいなって言ってる子がいた感じだね。で、高3ぐらいになるともう全員持ってる、バイトとかで。ポケベル世代でしょ？うん。だから、10円、入れたことないんだよ俺。ダダダダダダって打った試しがない。すごいよね、先輩とか見るとみんな並んでんのよ、学校の帰りに。先輩が電話ボックスの前並んでて、10円入れてガチャ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 って打つの。ダダ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 みたいな、なんかメモ紙みたいなの見ながら、ダダダダダダみたいな。で、早くしろよとか言われてんの。うるせえよとか言って。俺30、今年2だね。今年2。文字が出るようになってすごかった。え、文字出なかったの？え、なに、数字だけ送られてきたのじゃ。そうだよ。ね、数字を解読してたの。だからあんなメモ帳持ってたの。最初は数字しか できなかった。数字と数字をやり取りしてたの。でもモールス信号ってことそれ。相手の電話番号しか出てこなかったの。は？何それ、どういうこと？で、ここにかけろっていう。で、こっちからかけるな。何相手に電話番号だけ表示されるのがポケベルなの？最初はそうだった。でも家電でしょそれ。だって携帯電話がないんだもん。あ、そう、家電。家電か公衆。だったら家電を交換すればいいじゃん。なんなのそれ。だからここにかけてくださいっていう、会社とかそういうので、ここにかけてくださいっていう番号が出てきて、そこに、なんだろう、公衆電話って言うから電話かける。おー。ああ、要はここに今その人が移動してるからとか、そういうことなのか。そうそうそう。はい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 。あ、なるほど。それを若い子たちが暗号を作って愛してるとか、待ち合わせこことか、要は暗号通信が始まってポケベルが普及したのか。あ、そういうことか。はいはいはい。ようやく意味が分かった。それで、ある程度その、1って打つとあとか、2がいとか。そういう風になったの。6、1で何とかになってくのか。おー。あは1、1か。家電からポケベルにかけたらナンバーディスプレイみたいな感じで出る。わかんねえわ。うん。ポケベルは未だによくわかんないね、俺。使ったことないから。でもね、だからこの生放送でこんなやり取りができるって考えられないよね。本当に奇跡だと思うよ。だってさ、これコメントであえてアナログにしてるけどさ、ぶっちゃけた話コラボってあれテレビ電話を全体でできるわけじゃん。で、俺絶対今後流行るだろうと思ってんのが、アバターを作って生放送できるサイトができたら、いや、ピグの生放送版ができたら流行ると思うよ。で、なんでこれもう昔から言ってんのよ。3、4年前から言ってて、要は顔出したくない人たちが流行らせるわけだから、自分で好きなキャラクターをモブで作れて、モブっていうかその、選べるようにして、それで生放送できるピグ版の、声は別にコンプレックスある人少ないから、
声版みたいなのができたら俺流行ると思うんだけどな。誰もやんないんだよね、企業が。うん、仕事で持たされてたんだ。で、親父がパソコン音痴で機械音痴なんだけど、メール5年ぐらい前に覚えたぐらいの音痴だったんだけど、親父ちょっとかっこいいなって思ったセリフがあって、その IT とかわかんないわけよ、親父は。何説明しても。で、なんで覚えないのって聞いたの。こんなに仕事効率よくなるし、こんなに、その、ファックスも紙もいらなくなるし、コストも削減できると。で、リアルタイムでできるから、仕事も効率化されるのに、なんで親父覚えないのって聞いた時の、親父の返しがめちゃめちゃかっこよくて。いや、部下がやるから。部下に言ったら、電報飛ばしてくれるんだよ。って言って、ちょっと親父ずるいと思ったね、その時。うん、最初はワープロ、ワープロだけだった。そうそうそう。文字打たなくったら書類どうすんのって言ったら、あ、部下が作るんだよ。とか言って。で書類を渡されてここ直せっていうのが俺の仕事だとか言って、うん、老害だなって思ったよ。かっこいいけど老害だよね、うん、パソコンっていうかもうほとんどワープロ、ワープロだよね。そうそう、本当に熊のキャラでやりたいでしょ。ボイチェンとかさ、そういくらでもできるんだから、なんで企業はそれ攻めないんだろうと思って。なんかツイキャスのパクリサイトばっかりじゃん。新しい概念を作らないとサイトって勝てないから。ふわっちは新しい概念はツイキャスプラス課金じゃん。これが発明なわけよ。うん。だからFC2 はニコ生ベースに課金なんだよ。でもニコ生自体が衰退したから FC2 もやれてるんだけど、ふわっちの頭のいいところってツイキャスをベースにしてパクって課金を入れてるから当たってるんだよね。俺を顧問として、外部顧問として入れなさいよ。アイディア全然あるよ、本当に。結構、有力だと思うよ。うん。みんなピークだったら面白いよね、でもね。みんなピークだったらやりやすいと思うし、多分、その、リスナーっていう概念がなくなると思う。うん。FC2 はエロだね。うん。エロがメインのサイトだよ。あとふわっちはもう圧倒的に変えないといけないのは、タイトルを放送中に変えられるようにしてほしいね。これはマジで本当にタイトルの重要性って配信やった人じゃないと分かんないんだよ。だから運営サイトはね、多分ここに気づいてないんだと思う。なんかこの人どっかで見たことある。プリンさんいらっしゃい。多分ニコ生じゃないですかね。和道と言います、よろしくお願いします。多分ニコ生じゃないですかね。 YouTube かニコ生かどっちかだと思う。おはよう、うん、多分ニコ生じゃない。でどうせロハコ事件でしょっていうのあるんだよ俺の中で。絶対ロハコ事件なんだよ。あれしょ、ゴシャブ事件でしょ。緑さん関係の人じゃねえわ。やっぱ暗黒なんだよ。そう、悔しいんだよね。うん、結局、緑のバーターだろ、みたいな感じ。緑のバーターっていうか、緑のそばにいるやつだろ、みたいな。それでしょ？うん、絶対そうだよ。うん。あの回見ましたよ。ありがとうございます。いや、僕の回ではないんで。あれ、あくまで緑さんの回なんで。YouTube やってるよ。登録して。YouTube のチャンネル今、URL 出すんで。ですね、僕のチャンネルは、これですね。一応 YouTube もね、チャンネル1000人狙ってるんで、よろしくお願いします。ポリヤキのやつでコンドーム被った人ですか？あ、そうそう、それはね、結構古い。コンドームマンは僕ですね。はい。コンドーム被るっていう芸を作ったのは僕です。で、緑さんが面白いからパクらせろって言った。唯一緑さんに評価されたやつだね。お前面白いな、つって。だって緑さん気づいてなかったからね、コンドームマンで言った時。あれ、ワオ！つってたからね、マジで。そうそう。はい、まやちゃんこんばんは。ふわっちはサバが弱いからなんとかしてほしい。あ、いや、改善されてる、されてる。最近ね、サバ弱くなってないよ。そういえば最近2月に入ってから超強化されてる。セシモンそうでしょ。2月に入ってからサーバー強くなってるでしょ。そういえば不具合減ってるなって感じするでしょ。ふわっち攻めてるよ。あとね、このパソコンで見てる人だとわかるんだけど、パソコンでアカウント作れるようになったんですよ。
これがでかい。これどういうことかっていうと、ニコ生の層がね、2月に入ってからドカってきてるよね。本当に。ニコ生のリスナーが来てるの。ふわっちで、PC でアカウント作れるようになってんのが。すごい、あれ台本じゃないんだよ。うん。あれ台本じゃないの、プリンさん。30分で切るとリスナーも移動しなきゃいけないから、キャスみたいに更新できたら見やすくなるんだけどな。いやいやいや、俺、今2時間放送やってるよ。うん、30分で切れてないよ。あれは、配信者が50円で買うんですよ。延長チケット。気づかなかったでしょ？そういえば最近ないでしょ？うん。あ、もし面白かったらフォローしてください。お願いします。悪魔さんおはよう。パソコンって毎日のように再起動しなくちゃ調子悪くなりますか？いや、それはね、未だに賛否両論ある話題で、パソコンつけっぱなし原理主義っていうのと、パソコンは毎日シャットダウン派みたいな派閥があるんですよ。だけどね、今言われてるのは、パソコンは基本つけっぱで、9時間以上開ける場合はシャットダウンとか、1週間に1回再起動とか、いろんなことがあるね。だから一概にまだ答えが出てないって言われてる。うん。パソコンはね、でも古いパソコンじゃなければ結構使えるよ。俺3日間ぐらい、やっぱりずっとつけっぱが多い。あ、フォローしてくれた？ありがとう。新しいフォロワーさんを紹介します。ちょっと待ってね。新しいフォロワーさん2名紹介します。エニグマさんフォローありがとう。暗号の名前だね、エニグマ。プリンさんフォローありがとう。おたけさんフォローありがとう。3名さんフォローありがとう。天はダメ。俺天別に不具合ないけどね。うん。ニコ生で一番最初初見ですって言ったら、和道さんに罵倒を浴びせられたのが私の思い出。俺、よくね、ニコ生の後半ね、もうね、初見が何なんだよ。偉そうにすんじゃねえよってやかってたからね。なんだ初見ですって。何アピールだよとか言って。ふざけんじゃねえよとか言って。ポリヤキから来たんだ。ミスターニコ生だからね。ミスターニコ生。起動安定性 Mac だな。Mac が抜群だよね、本当に。Mac はすごい。もうパカって開けた瞬間起動するからね。あれはびっくりするよね。エコー。エコーは全然聞くよ。あ。おい。久しぶりだな、おい。お前よ。寂しかったんだろう。闇の文句はすごかったですね。消えた。まあ、あれはね、リスナー的に回しすぎだよな、闇将軍はな。あれは消えるよ。あれは持たないよ。ちょっとした外出2、3時間なら PC スリープしてた方が節電にもなります。ね。そう。機械類ってね、電源を入れるときに一番電力が食うから、俺もね、家のね、エアコン去年あたりからつけっぱなしにするようになったんだけど、電気代半額になったからね。うん。エアコンはずーっとつけっぱ。その代わり、26度の弱風とか弱めに設定してる。そう。東京電力に騙されてんだよ。こまめに電気つけろ、消せって。あれはね、電気一番食うから電気代かかるんだよ。闇将軍ね。ちなみにその闇将軍っていう、病んでる将軍ってつけた、名前つけたの俺だから、ね、そうそうそう。26度高くない？冬場だよ。冬場の暖房ね。26度高いか。30度ぐらいまで出て、26の弱風だからそんな高くないと思うけど。どうなんだろう。東京。普通じゃない？多分ね、28度ぐらいの中風ぐらいで設定してる人多いと思う。シャンマンのモノマネ多分一番似てるの俺ってよく言われるね。アイラも結構似てるよ。アイラも似てる。弱風だといい。いや、弱風だといいっていうか、電源を細かくつけたり消したりするのが一番電力がかかるって言われてる。そう。だからもうずーっとつけっぱにするっていう。その代わり、電気消費量の少ない設定を選んでる。そういう感じ。うん。だから外出してる時もつけっぱだね。朝5時か。
ふわっちはすごいよ。でも外霧かかってる。まだ赤、あ、ほんとだ、霜、霧っていうのかな、霜がすごい。まだ暗いっすね。強風にしたら節電、超電気代食ってビビった。一人暮らし始めた頃。あ、強風は結構食うよね。強風食いますよ。このカメラほんとダメだな。マイクロソフトのカメラなんだけど、マイクロソフトで一番高いカメラがこの6000円のカメラなんだけどね、ピントとかがね、ダメだね、本当に。画質もそんな良くないし。あと、その、細かいね、ハードの部分で、クリップの部分とかもダメだし、本当にダメ。そう、ピントが合わないんですよ。やっぱロジクールが一番いいよ。いや、筋肉ないよ、俺全然。あー、イライラする。要は、フォーカスがうまく合わないんだろうね。人の肌とかが見抜けないんだと思う。この辺のライトが原因か。勘弁してくれよ。ピントが合わないとか。こんだけやってもフォーカスが合わないって相当だかんね。どうしよう。一回近づけるか。この辺でピントが合ってんの。ボケてるよね。これ押すと治るんだっけ。めんどくせえな。ダメだ、ダメだ、ピント合わねえわ。ピンボケ野郎だよ、ピンボケ野郎。ピント固定じゃないんだよね。ピント固定じゃなくて、オートフォーカスってやつなんだけど、その、マイクロソフトから出てんのかな？ソフト。マイクロソフト。カメラ。そう、ドライバー。ドライバーは入れてんのか。ドライバー入れてるからついてんだもんな。ライフカム。オートになってないっていうか、うん、ライフカムの、あ、7600円なんだ。アマゾンだったから安かったのかな。これだよね。これだ。ライフカムスタジオ。いや、特にソフトは内蔵されてないっぽいな。ダウンロード。近づいたらピント合うってことは固定になってる。なんだろう。いや、近づいたらじゃなくて、ここのピントで合ってるから、遠くに離れた時ボケるっていう理屈だから。要は、オートフォーカスが作動してないんだよ。近い時のピントに合わさってるんだよ。だから固定になってるんだよ、そう。っていうことは、顔の認識ができてないんだよ。今日ついでに会社の帰りにカメラ買ってきたら、あのさ、俺が使ってるロジクールのカメラ1万7000円するんだよ。みんなさ、結構さ、配信ってさ、ただでできるもんだと思ってるけど、結構金かけてるよ、俺。あ、直った直った。俺が前使ってたカメラ1万7000円だよ。いや、あの、多分ね、レンズが汚れてたんだね。レンズの汚れで、多分、それで、今、拭いてるんだけど。レンズのゴミを見てんだよ。なんで笑うの？画面が面白い。ん？絵が面白い。そう。目が合ってる。いや、目が合ってるんじゃなくてカメラを見てんだよ。別にお前らを見てるわけじゃねえわ。寄り目になってるのはデフォだわ。うるせえわ。撮れたかな。これで多分ピントが合わなかったらもうクソカメラですよ。
欲しいものリストに入れて買ってもらおう。そうだね。まあ何でもかんでもリスナーさん頼るっていうのはよくねえかんな。ただでさえアイテムもらってるわけだから、フクロウとか書いて。え？フクロウみたいって。フクロウ？うるせえ。なんだろうな、この辺の霧が多分光だな、これ。光のレンズが傷ついてんだ、ここら辺。あ、違うか、光源に弱いのか。なんかでもこの辺に弾が出るね。レンズの傷ですよ。傷かなんか指紋か。難しいんだよね、ライトも。本当はこっち側から当てた方がいいんだけど、眩しすぎるから、この辺かな。やっぱ出るな。イライラするわ。配信にはライトあった方がいいですよ。例えばなんだけど、アイラがやってるのとかはね。ああ、携帯がないか、携帯電話引っ取って。配信はライトでだいぶ変わってて、女の子とかライトやっぱうまく当ててて、俺は後ろにライト入れてるからあれなんだけど、多分ねこういうことなんだと思うんだよ。女の子がやってるのってこういう当て方、要はカメラの後ろにライトをかませて、ちょっと光がまた変わっちゃったな。ちょっと待って、ほんとマイクロソフトのカメラダメ、画質変わっちゃったね。そう、こう当ててるはずなんだよ。こういうで、こうカメラからこう当ててるから、裏側に強いライトを当ててんだよね。そうすると肌の、まあ芸能人と同じ理屈だよね。芸能人もライトバッて当てるから、そう。そしたらまた光が暗くなっちゃった。めんどくせえ。このカメラほんとダメ。マイクロソフトのカメラ買うな、みんな。ほんと。マジでクソだよ。マジでクソ。ダメですね、やっぱ。ソフトウェアの会社はハード弱いっすよ、やっぱ。ライトがあった方が綺麗に映るよ、やっぱり。アイラはすげえライト当ててるからな。暇だな、しかし。今、5時か。5時だから。あとどれくらいだ？仕事は9時、10時に家出るから。あと5時間ぐらい暇なのか。暇だな。ギターでも練習してる？よいしょ。中途半端な時間に起きちゃったから眠くはないね。ゲーム配信するにはね、キャプチャーボードっていうのを買わないといけなくて、そのゲームの画面をパソコンに映して、それを仮想カメラで映さないといけないから、今ね、それ昔使ってたんだけど Mac だとそれがないんだよね。音どう？ちょうどいい？でかい？でかい？これくらい？でかい？
これくらい？新しいフォロワーさん、ピモさんフォローありがとう。みんなで暇つぶしよう、もう。仕事まで。私電子ピアノ欲しくていろいろ参考に見てたりとかするんだけど、いいなってやつめっちゃ高いから見れない、買えない。貯金しなきゃ。ピアノ弾くんだ。安いやつでもいいんだよ。あのね、あんまり高すぎるのってプロ用とかだよ。コルグとか電子ピアノってなんだろう、キーボードとは違うのか。どうせさ、プロみたいに弾けないんだからさ、俺も6000円のギター、だ10万のギター欲しかったけど、6000円のギターだからね、結局買ったの。でも全然遊べるもん。何にもできないよ。
なんか本物のピアノに慣れてるから、鍵盤の重さ、ああそういうことか。いや、それはわかる気がする。鍵盤の重さがリアリティないんだよね、電子ピアノとかね。わかるわかる、それは。でもキーボードの重さに慣れるのも楽しいと思うよ。最近本調子じゃないけどね、自分の配信。本当に。ブランキーあんま聞かないっすね。っていうか、俺ギター買ってから、1週間も経ってないっす。曲とか何も弾けない。あんま良くないな。音作りちょっとするわ。
そうそう、ディープパープル。
これね、こんな感じ。全然聞こえないでしょ。聞こえないでしょ。これが、あの、俺の部屋の中の現実世界で行われてる音。聞こえないでしょ。エレキギターっていうのは、その、響く構造じゃなくて弦張ってあって、ここにマイクがついてるだけだから。で、こんな音なのよ。部屋の中で弾いてる音は。物音にもならないぐらいなの。これを、その、パソコン上で音を作ってみんなに届けてるの。それがこの音ね。わかった?ぬこさん。だから全然平気。部屋の中でこんな爆音出してたら怒られるでしょ。部屋の中でこんな爆音出してないですよ。うん。その周りに迷惑かけるの嫌いなタイプなんで。
おはよう。おはよう。あーちゃんおはよう。朝だね。あなたのことを深く愛せるかしら。子供みたいな光で僕を染める風に吹かれた風に吹かれた君の冷たい頬に触れてみた小さな心諦めかけた楽しい過去の日々に一度きりなら届きそうな気がしてた。誰も知らないとこで流れるままにじゃれていた。猫のように、え？すごくねえか？のように、ふざけすぎて、恋が幻でも、しか思っていた。壊れながら君を追いかけてく。近づいても遠くても押していた。それが全てで何もないこと。時のシャワーの中、これはどうやって押さえんだ、
綺麗な音だな。おやすみ。ない。おやすみ。ささやく冗談でいつもつながりを信じていた。砂漠が遠く見えそうな時もぼやけた六等星だけど思い込みの恋に落ちた。初めてプライドの柵を越えて風のような
野生の向こう、野生の向こう、折り乱いて素足で走れば柔らかい日々が波の音に音に染まる幻よ、さよさめさめさめないで、ねじ曲げた思いでも捨てられず生きてきた、ギリギリもそうだけど君と水になってずっと流れるよ、行き着いたその場所が最後だとし、最後だとしても柔らかい日々が波の音に、波の音に染まる幻よ、さめ、間違ってるだろ、幻よよさめないで、渚は二人の夢を混ぜ合わせる、揺れながら輝いて輝いて、波の音に染まる幻、幻よ、覚めないで、渚は二人の夢を混ぜ合わせる、揺れながら輝いて歌を忘れた、ストーブの中残った石油、つららのように尖って光る、やがて溶けてく劇場の数、音楽室のピアノで武器、ジェリースタイル、
骨身をさらけ出ししたその後で三分的に笑う、新しいフォロワーさん、新しいフォロワーさん、ひなたんさんフォローありがとう。渡り廊下で先輩殴る身に降る火の粉払っただけだ。下校の時にボコボコになる六対一じゃ袋叩きだ。鼻血出ちゃったしあちこち痛い。口の中も切れた。リバウンドを取りにあの子が高く飛んでる時に心のない優しさは敗北に似てる。コントンと虚熱が俺と一緒に行く。校庭の隅ひめりんごの実もぎいてかじるひどく酸っぱい。夏の匂いと君の匂いが混じり合ったらドキドキするぜ。時間が本当にも本当に止まればいいのにな。二人だけで青空のベンチで最高潮の時にこれだよ。のんたん寝るの？おやすみ。おやすみ。ヒマラヤ音の消しゴム一つ。楽しいことをたくさんしたい。ミサイルほどの片手に面白いことをたくさんしたい。
夜の扉を開けてゆこう。支配者たちはいびきをかいてる。何度でも夏の匂いを嗅ごう。危ない橋を渡ってきたんだ。夜の金網をくぐり抜け、今しか見ることができないものや、ハックルベリーに会いに行く。台無しにした昨日は帳消しだ。ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい。ミサイルほどのペンを片手に、面白いことたくさんしたい。このままどこか遠く連れてってくれないか。君こそは日曜日より漁師者。このままどこか遠く連れてってくれないか。君こそは日曜日より漁師者。例えば世界中が土砂降りの雨だろうと、ゲラゲラ笑える、ゲラゲラ笑える、日曜日より漁師者。昨日の夜に飲んだグラスに飛び込んで、浮き輪を浮かべた日曜日より漁師者。適当な嘘をついてその場を切り抜けて、誰一人傷つけない日曜日より漁師者。流れ星がたどり着いたのは、悲しみが沈む西の空。
古いアルバムめくり、ありがとうってつぶやいた。いつもいつも胸の中、励ましてくれる人よ人よ。難しいね。恋しくて泣き出した日々などもう忘れたの。今さらは戻れない。傷つけあった日々が長すぎたの。戻る気はないなんて嘘をついて笑ってても信じてた。もう一度もう一度あの頃の夢の中、oh, oh, の時には僕はポプラの枝になる。孤独な人につけ込むおはようことは言えなくて、君を泣かせたあいつの正体を僕は知ってた。引き止めた僕を君は振り払った。遠い夜
くれるなら僕は悪にでもなる。朝だね。もう6時か、1時間引いてんのか。なぜめなぜめくり合うのかを、私たちは何も知らない、私たちは何も知らない、どこにいたの、生きてきたの、遠い遠い空の下、二つの物語だ、手の糸はあなた、横の糸は私。音楽はいいですな。Imagine there's no heaven. わかんねえな。 It's if you you'll try. No heaven below us. 原曲知らねえわ。 About the only story.Imagine the people living for today. Yeah. Imagine there no can.It's easy to do. わかんない。Nothing to kill or die. わかんないな。And no religion to.Imagine all the people deep in life and peace. You, you may say I'm a demon, but that's only onceI hope someday you'll join us, and the world will be as one. わかんない。なんだこの、これどうやって押さえるんだろう。あ、こうか。
ごくすごく好きなこと、難しいなこと。会いたいと思うことが何よりも大切だよ。わかんねえな。君と出会ってから、ああ難しい、バレーコードなんだ。君がいないと何にもできない。あれ合ってるか、キーできないわけじゃ、わかんねえな。なんか弾きやすいコードの曲誰か知んない？誰かいい歌で弾きやすいコードの歌あったら教えて。ミスチル。ミスチル？花。花か。花やってみようか。花特殊なコードっぽいけどね。やってみようか。ダメ。色したこん、え、もっと低いっけ。すごい通いな、すげえ難しいコード。ダメダメダメ息、ダメ、難しい、キーが取れない、よくわかんない。くるみわかんないな、曲。ちょっとぐらいの夜もならば残さずに全部食べてやる。ウォーダーリーダーリン、君は誰、真実を握りしめ、君が僕を疑ってるなら必ず抱きてくれてやる。お二人バカなテリー、大切なものをあげ、ワンワン、いらだつような真面目にて似てたて、健常性もリアルに持てなくなりそうだけど、金不足は苦しみなくて。なんで長渕やるの。だって面白いんだもん、長渕。あるがま、あるがま、ま、あるわかんなくなってた、長渕やってたら。あるがま、まの心で生きられん、無弱はさ、を誰かのせいにして、少してる死なぬ間に気づいてた、
自分らしさの檻の中でもがいてるなら誰だってそうなんだ。君が代をジミヘンドレックスアレンジで君が代を歌ってみようか。世間知れ世間知らずだった少年時代から、ちょっと長渕のキーじゃねえなこれ。自分だけを信じてきたけど心ある人の支えの中でなんとか生きてる今の僕で、弱音さらしたり愚痴をこぼしたり人の痛みを見てみないふりをして幸せすぎて大切なことが分かりづらくなった今だから歌う言葉さえも見つからぬまま時間に追われ途方に暮れる。愛すべき人よ君も同じように苦しみ君に似た。六。君がよ。君がよコードで検索するやついるのかな。君がよ。君がよコード。君がよってあれドイツが作曲してんだっけ。君がよのコード出てこないなんだこれ。君がよって超特殊だぞこれ。すごいなこれ、1音ごとにコードが入ってる。特殊な曲すぎるよね。
D は D の音ってレ、ドギターで弾いてみた、ちょっと聞いてみようか。いいじく人結構いるんだね。難しいでしょこれ。空にボーイン音もなく、ああ、なんだっけ、キリンです。高段の隅の上だっけ、どこ遥か空にボーイン音もなく、ああ、高段の屋根の上どこへ行く、誰かの不機嫌も寝静まる夜さ、バイパスの澄んだ空気と僕の街、泣かないでくれたり、ほら月明かりが長い夜に寝つけない二人の額を撫でて、歩って僕らはエイリアンズ。だっけな、この曲。
禁断の実をばってはおいっす、お疲れっす。ああもうこんな時間か。みんな寝落ちしてるっしょ。じゃあ今起きてる人出席確認取るんで手挙げてください。今起きてる人手挙げで。全員寝てるわ。60人全員寝てるわ。この音楽いいわ。おはよう。ブーさんおはよう。この音楽まったりするよね。もうなんか和道のテーマソングとして定着してきたよ。だん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 定着してきた。深夜庁あの後どうなったか見てた。まず深夜庁の枠を俺一回も生まれてから見たことないし、あの後の意味が分かんないから。俺深夜庁見たことないわ。マジでこれマジで一回も見たことない。だからあの後のあのの意味が分かんない。すまん、申し訳ない。なんか配信やってるとさ、配信めっちゃ好きだと思われるんだけど、俺実は配信全くと言っていいほど見ないんですよ。時間の無駄だと思っちゃってて。申し訳ない、本当に。配信やるのは好きなんだけど、見るのはあんま好きじゃないんですよね。だからついてけないんだよな、話題に。すまん。本当申し訳ない。本当はね、軽快についていきたいんだけど。あれね、おぉ、新やっちゃうよ。やりたいよ、俺も。バカだよなぁ、つって。それでいいと思う。
ごめん、ちょっと一人で笑っちゃってごめん。これ作ったやつセンス悪すぎるわ。笑うだろこんなの。誰これ作ったの。頭良すぎるでしょ。こんなん笑わない。いやこれ笑うっしょ。これ作ったやつセンスありすぎるわ。チンパンジーとか言って、これ見たら爆笑、笑うでしょ。いやこれは笑うわ。いやこれ笑うっしょ誰でも。いや腹抱えるレベルだよこれ。いや怖いよね。ごめんごめん。チンパンジーは笑うよな。センスあるわ。センスあるよね本当に。さあまあ戻ってこねえな。
新しいフォロワーさん、MK さんフォローありがとう。ありがとうございます。また1週間が終わったな。早いな、本当に。時間が経つのがめっちゃ早いよ。
おはよう、ご隠居さん。なんかあれだね、ご隠居さんって生主だったんだね。閲覧めっちゃ稼いでるじゃん。FX 配信。ね、どんな配信やってんの？普段。風船ありがとうございます。FX って儲かんの？なんかすごい閲覧集めてて、あ、ご隠居さんってリスナーさんの人だ、とか思って。百何十人とか集めてたよね、定期的に。ちょいちょいなんかサムネ見ますね。配信で億万長者になると聞いて、そうっすね。今の目標は配信で稼ぎたいなと思ってて、配信で億プレイヤーなりたいっすね。なりたいっつうか、もうなるって決めてますね。配信で食ってきて、もっともっと稼ぎたいんで、今、億プレイヤーを目指してますよ。もうなるって腹くくりましたね。私も同期していいですか？同期？同期って何すか？私も同期していいですか？同期？同期って何だろう？おお、ぜひぜひ一緒に目指しましょうよ。一緒に目指しましょう。一緒に頑張りましょう。本気で狙ってるんで。一緒に頑張りましょう。うるさい。オッケー。これくらい。ヒーさんいらっしゃい。
あ、そうなんだ。最近始めたんだ。うん。ランハゲの枠荒らしてた。あ、そうなんだ。誰がこのヒーっていう人？あ、大丈夫？はいはい。ん？プリプリステージ、どれが、ランハゲさんの枠荒らしてたの？ご隠居さん？それともヒーさん？あ、そうなんだ。僕は嵐は速攻サイレントブロックですね。うん、何が気に食わなかったの？なんかイライラすることあった？深夜町ネタ、うん、俺もなんかよくわかんないんだよね。なんかさっきも深夜町あの後どうなったって言われたけど、俺深夜町あんま見たことないから、うん、なんか仕事でこの前一緒になったぐらいで、うん、仲いいとか言うから配慮考えろや。あ、仲いいの？ランハゲと深夜町。そうなんだ。まあ俺に言われてもね、配慮考えろとかね、知らないよって話だけど。さんいらっしゃい。何、なんか深夜町なんかあったの？調べてみるか。何があったの？深夜町 VS 鶴の神？鶴の神と揉めたの？あ、そうなんだ。あれじゃないの、台本なんじゃないの、わかんないけど。絶対台本じゃん。あれでしょ、誕生日プレゼントでしょ。誕生日プレゼント、いや台本でしょ、絶対台本だと思うよ。
いや、まあ踊らされたんじゃなくて閲覧欲しかったんでしょう、多分。まあ俺は全員くだらないと思ってるから新八丁も鶴の陣もランハゲもそれに踊らされるリスナーも全員バカだと思ってるから全員バカいや全員バカでしょ、全部バカだと思う。そうそう、別にこんな配信ごときでグダ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 言ってるのくだらないよ。暇だなって感じよ、暇だな。あれでしょ、多分今日リスワン狙ってるから人の名前使ってるだけだと思うよ、単純に。なんかもっと裏の事情があるんだって、みんな閲覧が欲しいとか話題がないとかさ、多分そういうことだと思うけど。フーゼブルーでありがとう。じゃあ皆さんお疲れ様、次枠行きます。4時間ありがとうございました、おつです。お疲れちゃん、お疲れちゃんちゃん、お疲れちゃん、バイバイ、おつおつ。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。